狼殿よ。ではまた。お前さ、酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だがこれが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには、動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。お前さん、ではまた。
まこと、しみいる。美しい。じゃが、誰かを乞うような。どこか悲しい音じゃった。おい。誰を呼んでおる？もう一度聞かせてくれ。お主。わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。ステローに行ってみるといい。なるほど、あそこか。井戸穴の底はステローともつながっておると聞く。たどっていけば調べにたどり着くやもしれぬな。不審を見回るが我が務め。いとまがあらばステローを訪ねてみまする。井戸穴の底はステローともたどっていけば不審を見回る。いとまがあらば。あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての。ほう、貴様、あやつの言っていた狼か。ふぬけではないようだ。まことに死なぬものか、食べさせてもらおう。
Thank you.
さん、何か用か。ではな、また。